コロナ禍で注目される非接触のサービスです。イブニングニュースではこれまでも魚の切り身やどら焼き、昆虫食などを扱う変わり種自動販売機を紹介してきました。岡山市で新たに見つけたユニークな自販機はフードロス削減にもつながっています。こちらの自動販売機で買えるのがエビの塩焼きです。エビの塩焼きにブリの照り焼き、エビ飯やサーロインステーキの切れ端、どれも300円です。この自動販売機が設置されているのは弁当の老舗三好野の桑野工場です。おせちや弁当の製造で余ってしまったという食材を冷凍して販売しています。まず食品ロスですよね。24時間買えるし、それから自分の家でおかずに何か1個足そうかなと思ってる人も新しいものを買える。原価に近い値段で1日に50個売れる日もあるといいます。コロナなんかには負けてられないので、新しいことをね、いろいろチャレンジしてるところです。季節で製造する弁当が異なるため、自動販売機の商品も定期的に入れ替わるということです。あ、岡山初自動販売機でパフェって書いてあります。チョコバナナやストロベリーなどカップに入ったパフェの自動販売機です。岡山県を中心にクレープを移動販売する店が去年11月に設置しました。新型コロナの影響で出店できるイベントがゼロになり、非接触で販売できる方法を模索していたといいます。今お店が夜開いてない昨今で、カップに入ったクレープを、こたつで楽しんでいただくためにお買い求めいただければなと思っています。新たな販路開拓を目指すパフェの自動販売機は岡山市内3カ所に設置されています。4種類がそれぞれ500円、 SNS でも話題になっています。生クリームとチョコブラウニーとっても合います。美味しいです。お祭り気分を味わってもらえればなと思ってやっていますので、またよろしくお願いいたします。新型コロナに負けるなと踏ん張る飲食業界です。これからはどんな自動販売機が登場するのでしょうか。